にちは、卓球センター .jp の峰久保です。今日も、ですね、私峰久保が、卓球を始めて苦労したこと、ちょっと悩んだことシリーズです。私峰久保ですね、25歳から卓球始めて、今31歳なんで、だいたい6年半ぐらい卓球をやっております。で、やっぱ大人になってから始めた方今すごい多いと思うんですけど、やっぱり皆さんと同じことを悩んで、同じことを苦労してちょっと今があるので、何かこうお役に立てたりとか、こう一緒に悩みを共有できたらなと思ってこのシリーズ撮っております。で、今日のテーマはですね、サーブ準横編です。私もうサーブ超下手だったんですけど、最初下回転覚えて、でその次やったのが準横回転、準横サーブだったんですよね。で順番的にはやっぱり下回転やって、横回転、この逆横回転か準横回転どっちかをやるっていうのが結構ベーシックじゃないかなと思うんですけど、今日はとりあえず、準横回転サーブを簡単に説明していこうと思います。よろしくお願いします。じゃあ準横回転ってそもそもどういうのっていうことなんですけど、普通のサーブって、ボールの下をこすって、下回転、まっすぐ下回転ですよね。で今度今からお話しするのは、ボールが今度は横に回転します。ちょっと大きいボールでやりましょう。今までは下回転でこうぐるぐるこうまっすぐ線が回ってたわけなんですけど、今度はこっち回りですね、こっち回りです、横回転ですね、のサーブをやってみようと思います。ちょっと一回出してみますね。イメージですね。じゃあこのボール当たったらどうなるかっていうのをちょっとだけお見せしようかなと思います。ちょっとお願いしてもいいですか。よいしょ、いきます。ラスト当たるとこっちに飛びますね。横回転、当たると横に飛んでいってしまいます。これ横回転のボールですね。この準横回転出すときに、気をつけなきゃいけないポイントなんですけど、ボールの横を触りたいんですね。こうボールがあったらここを触りたいわけですよ。ってなったらですね、気をつけなくちゃいけないポイント3点お伝えしようと思います。1個目、ラケットの持ち方です。普通のこのシェイクの普通の持ち方だと、この角度めちゃくちゃ出しにくいんですよね。手首がおかしくなりそうってなってしまうので、私は親指と人差し指でこう挟んでもらって、あとの指は楽にしてます。握り込んでもいいと思います。こんな感じですね、この状態。この方がやっぱりヘッドが落ちやすいです。のでこの持ち方めっちゃ緩くでいいです。抜けそうなぐらい緩くで構いません。この持ち方でまずやってみましょう。2つ目、肘の位置です。肘が下がってるとですね、勝手にこうラケットのヘッド上がりやすいんですよね。こうしたいんだけど、肘がここにあると結構手首が硬い人とかだとやっぱりヘッド落ちにくいんですね。なので肘上げます。上げてください。ちょっとこう振り子みたいなイメージでいけるといいなと思います。肘少し上げましょう。3点目、この状態でボールの内側を触るイメージ、これ一生懸命頑張ってみてください。ボールの内側です。でこの状態で投げて当てるまでまず頑張ってみましょう。ちょっと試しにやってみますね。もう一回やります。まず軽くで構いません。肘上げてヘッド落として、指の持ち方気をつけて当てる。こんな感じで最初構いません。あっち側に向かって飛んだら成功やなと思ってもらって全然大丈夫です。ボールの内側、もう一回いきますね。ラスト、ボールの内側というイメージですね。で前の動画を見てくださった人いますかね。回転をかけたい時にはやっぱある程度の強さとスピードが必要だと私は思ってるんですね。なのでここからスピードが出せるように頑張ってみます。振ってみるですね。でこれでうまくいかないよっていう方たくさんいると思うんですよ。でうまくいかないパターンをいくつか
お伝えします。まず一つ目ですね、当たって飛んでいってしまう、もう当たった方向へ飛んでいってしまうよという方、ここでかけれてないっていう方が多いんですね。面は出てるんだけどかけれてないんですよね。で、私も結構そっちパターンだったんですけど、この時に思いついたのは、当たって左後ろにボール出すようにしてました。こっちですね、自分の体より後ろ側に向かって打つようにしました。自分の体の後ろに打つようなイメージですね。後ろに打つイメージでやると、こっちへ飛んで右へ大きく、私から見ると右へ大きく曲がっていくイメージになるので、結構ボールが収まりやすく、しかも回転もちょっとかかりやすくなりました。私はこのパターンで結構うまくいきました。2つ目、これもレッスンしてて多いパターンなんですけど、面が変わってしまう人、当たる瞬間に面がこっちへ向いてしまったり、面が下へ入り込んでしまったりっていう方も結構多いんですよね。で、この時は私のイメージは金槌を持ってるイメージですね。ここに手に結構力が入ってる方が多くって、こう握り込んでしまったりとか、この状態でやっててギュッて握ることによってラケットが変わってしまう人が多いんですよ。なんでここで先端が重たい金槌とかを持ってるイメージで振るとヘッドが回るの分かりますか？このイメージが結構私大事だと思うんですよ。で、金槌家にないよっていう人はペットボトルとかでもいいかなと思います。ペットボトル、私空っぽのペットボトル振ると振ってる感覚がないんですよ。でもちょっと残ってるペットボトルとかをこう振ると先端が大きく揺れるのが分かると思うんですよね。その感覚が結構私大事だなと思ってて、先端を大きく振る、先端を大きく振る。で、空っぽのペットボトルだと結構こんな感じになりやすいです。なんで先端をこう大きく振れるようにちょっとやってみてください。先端を大きく振るっていうイメージでやってみてもらったらいいなと思います。で、やっぱサーブって本当に切れてるか切れてないか、まあ、かかってるかかかってないかって非常に分かりにくいと思うので、やっぱ相手が必要であると私は思うんですよね。なんでやっぱりレッスンの中だったりグループレッスンとかでこう誰かにこう当ててもらって確認しながらやるっていうのがいいと思うので、まあうちでもいいし、お友達とかいろんな方と練習してみてもらったらいいなと思います。じゃあ悩んだら卓球センターへぜひ来てください。終わります。ありがとうございました。